残壕、残壕、残壕は、戦争で不評が、砲撃や銃撃から身を守るために使う穴、または溝である。野戦においては、南北戦争から本格的に使用され始め、現代でも使用されている。日本陸軍では、三平号と呼んだ。個人用の小さなものはタコツボ、タコツボ号、とも呼ばれる。戦闘陣地の一種と位置づけられる。 簡素な手彫りの穴から、柵や有刺鉄線、土塁、土納、木材、コンクリートなどで補強された野戦、水域まである。外敵の侵入を難しくするために、集落や城塞、軍営などに掘りや湖、掘り、水を叩たたいたものを設けることは、古来行われてきた。日本では、観光集落の遺構が各地で出土している。古代ローマでは、野営地、 カストラの周囲に掘りを掘ることがあった。本格的な残酷戦は627年に中東で行われた反奪の戦いが行使と言われている。イスラム教の海祖ムハンマドはマディーナへ侵攻するメッカ連合軍の騎兵部隊を妨害するためペルシア人技術者のサルマンアルファーリス移に命じ、マディーナの周囲に残酷、反奪、反タック、コンタックを掘らせて攻撃に備えた。 当時の中東では騎兵による一騎打ちが伝統的な戦いであり、工場戦の概念がない連合軍は攻略に手間取った。連合軍はマディーナ周囲の砂漠で野営を続けたことにより消耗し、最終的に攻略は断念された。このためサルマーンはアラブ諸国の軍隊では世界初の後兵とされている。なお、残骸を掘るための金属製シャベルを発明したのもサルマーンで、 世界初の残壕戦からシャベルは武器としても使用されていた。サルマーンが使用していたシャベルは現在でもエジプトにある、サルマーンのモスク、サルマーンの墓でもある二繊維物として安置されている。このように初期の残壕は防御側が工場側の進行を防ぐ目的で掘られたが、下記の普及以降は工場側が防御側からの射撃を避けるために利用するなど、工場戦において、 攻防橋に残壕を掘るようになった。ヨーロッパにおいては、野戦でも使われるようになった。イタリア半島で行われたチェリニョーラの戦い、1503年、では、残壕から射撃したスペイン軍のひなわ銃兵が、フランス軍機兵とスイス洋兵あり部隊の突撃に勝利した。また、日本の戦国時代における、長篠の戦い、1575年においても、織田信長、 徳川家康の連合軍は、ひ縄重兵を隊列全面に、空堀、川切富を隠す土井を築いたと、三州流しのが戦記に記されており、縄弓夫は、有名な馬防作より、武田勝頼軍の突撃阻止には、効果的だったとの見解を示している。大砲の発達と追記術の向上で巨大な要塞が、生まれ、それに対抗する、向上術も生まれた。 17世紀後半の代表的な工場術は次のようなものである。残酷は要塞からの盾車を避けるためにジグザグに掘ることが多かった。ある程度要塞に近づいたら、第二、第三の平行号を掘り、再び車号を掘って要塞へとにじり寄る。中世に発明された銃は普及を続け、近世には銃剣の発明により、不評の武器は小銃に統一された。 その一方で、刀剣や銃剣を利用しての白兵戦も盛んに行われていた。この当時の銃はまだライフリングがないマスケット銃であり、命中精度が低かった。また、全装填銃のため装填に時間がかかり、不評同士での打ち合いでは決着がつけにくかった。近代においても隊列を組んだ戦列不評が敵の白目が見えるような至近距離まで伏せることもなく、 そのまま行進し、一斉射撃をかわした後に着剣小銃で突撃し、決着は白兵戦でつけられた。このため残豪は限定的にしか使われず、工場戦において防衛側から一方的に浴びせられる砲撃や銃撃から攻め手側を守る時以外では使われなかった。戦争の近代化は戦場において兵士が銃火から身を隠す。 必要性を増大させた。すでに十九世紀の南北戦争やクリミア戦争では、有効射程を大幅に増した重砲の脅威が、兵士に残豪や延平豪に隠れる必要を迫った。連続射撃では視界を奪うほどの白煙を生む、黒色火薬が、視界を妨げず、残砂が少なく重砲内を汚しにくい上に、威力も増した無煙火薬にとって変わられた。さらには護送銃の普及と、 武器、弾薬の生産力補給力の増強、さらには火力の密度が増したこと、命中精度の高いライフル銃の普及により遠距離から狙撃されるようになった。20世紀に差し掛かる頃には、手動式連発銃の普及と弾薬供給力のさらなる増強で火力の密度がより増した。第一次世界大戦において、機関銃の大規模運用により正面突撃を、 完全に破壊しうる河川が完成したこと、発達した鉄道網による迅速な増援、補給が行われたことによって、従来の戦術で残酷地帯を突破することは困難になった。しかも敵軍に残酷を迂回されるのを阻止するために、拡張を続けた両軍の残酷戦は次々と横に伸び、特に西部戦線では、北はイギリス海峡から南は 中立国であったスイス国境地帯までの長大な残酷地帯が形成され、いわゆる残酷地帯を迂回して進軍することは不可能になった。防御優位の戦況は前線の膠着をもたらし、お互いに残酷を築いて長期間にわたり睨み合う総力戦となった。この過程で戦争の中心は従来の野戦から敵の残酷を制圧することを目指す残酷戦へと平和でいた。 これは、戦争初期、ドイツ陸軍が迅速な機動戦により、フランスを攻略しようとした初期のシュリーフェンプランが、失敗した結果である。幾度もの攻防で数千数十万人の犠牲を、積み上げるも、双方とも、残豪地帯を突破しきれず、終戦までの、約4年間、残豪戦が続いた。残酷戦が始まると、残酷を掘る作業が、 不評の最も重要な仕事の一つとなった。第二次世界大戦の頃には、不評の仕事は8割が残豪掘りと言われるまでになった。残豪にこもる不評にとっての脅威は、残豪内で砲弾や手榴弾が爆発した場合に飛散する破片や石である。これらの被害を最小限に食い止めるために残豪をジグザグに掘ったり、 投げ込まれた手榴弾を処理するための穴や溝が残酷内に設けられたりした。なお、手榴弾の威力は爆散する破片による負傷が主であり、数十センチメートルマイナス一メートル程度の穴に落とし込めば、周囲の人間が負傷することはないとされている。前述のように、第一次世界大戦の西部戦線では、両軍とも的に背後に回り込まれない領に向けて、 残壕を掘り進めていくうちに、スイス国境からイギリス海峡まで残壕が到達した。残壕の壁面は、砲撃による振動で崩れないようドイツ軍は、鉄とコンクリートで補強したが、連合国側脇などで補強されたため、泥だらけのままだった。また、地下水に対応するため、底部には排水用の溝が掘られ、通路面に木製の橋のような通路が設けられた。この違いには、 両軍の配置転換方針の違いや他の理由としてドイツは日露戦争の戦訓を研究して残酷強化の重要性を理解していたという説もある。それでも降雨などの増水時には兵士たちはおぶつまみれのぬかるんだ泥に足を突っ込んだままいつ攻めてくるかわからない相手を待ち続けなければならなかった。あるイギリス兵の手記ではこの様子が国名に記されている。 このような特殊な環境によって、伝染病は、もとより、残酷口内炎や残酷を紙、重篤な水虫や頭症によって循環器系障害を起こし、ひどい場合は足を切断したなどの病気も発生した。特に寒冷地においてはその被害は甚大なものとなり、戦後復興に大きな影を落とした。日本陸軍の残酷には、立射用のほかに、失射用、副社用などがあった。 形式上は、自然地を掘り広むするもの、自然地上に土納などで延体を設けるもの、断崖その他の自然地を利用するものなどがあり、一般的に利用される掘り広む式立射用残豪について述べれば、胸書き、号及び、背書きから構成されていた。豪は、自然度を掘り下げ、胸書き及び、背書きは豪を掘り広むスタジで構築され、 作業には小塩筆あるいは塩筆を使用し、土質が堅固な場合あるいは、樹木の株、岩石地などでは、小十字具は、十字具は、または鶴橋を使用していた。河川のための射撃設備は、小巡行、肘座、内斜面、頂斜面及び等安土の形状を能率的に軽視する必要があった。小巡行は、立射のためには1立方メートル0センチメートル、 失射のためには八十センチメートル、副射のためには二十五センチメートルとされ、肘座は小準の時に肘を持たせて、重心を安定させ、その上に弾薬を置くもので、内いたきの下方メートルに設け、幅は三十センチメートルとされていた。内斜面すなわち、三平の胸腹部が接する斜面は、 射撃を容易にし、い手の援護を良好にするためになるべく急瞬にするが、地形が前方に降下するときは、むしろ緩やかにするのが良いとされており、頂き斜面の軽度は、全地を自由に射撃しうるように適宜に,に決められていた。遠安土は赤度であるため敵に発見されやすいので、なるべく低くし、表面は偽装で隠し、打ち、頂きから、 いただき斜面の基部までは少なくとも1メートルとすると、され、背垣は、残酷の後方における弾丸の爆発の危害から、居手を援護するもので、敵に発見されないように胸垣より低くし、厚さは、砲弾の男子及び破片に対しては40センチメートル、小銃弾に対しては1メートルとされた。残酷には、郊外への進出に便利なら占めるために足がかり、はしご、 または階段を設け、あるいは工場の通過を容易にするために短端橋が、課された。大規模な残豪戦が展開された、日露戦争では残豪に潜む敵兵を殺傷する手段として、小型爆弾を残豪に投げ込む戦法が取られ、即席手榴弾が使用された。さらに遠距離の残豪へ爆弾を投げ込むために、日露双方で迫撃砲が作られた。迫撃砲を英語で、トレンチモーター。 残壕急法と呼ぶようになったのは残壕戦で使用されたことに由来する。第一次世界大戦では防御側の残壕をいかに突破するかという戦術に両軍とも頭を悩ませた。現代戦でも不評は拠点の制圧や防衛に欠かせない兵器として運用されている。拠点を精密に攻撃する兵器の登場により格好の標的とされやすい要塞や統治化は 不評の防御戦闘ではかつてに比べ意義を大きく、現じている。逆にそうした兵器は、広範囲に分散して残酷に潜む、不評部隊に、大きな損害を与えがたいとされる。核兵器ですら、防護服に身を包んで、広範囲の残酷に散らばる不評を一掃するには、至らない。分散した、不評大隊を倒すのに、戦術核兵器をいくつも使用することは、 費用対効果の面で非常に無駄が多く、使用後に放射能汚染を残す。また、核兵器を実戦で運用すれば、国際社会から非難を浴び、戦争行為そのものの意味が失われる。その一方で、戦術核兵器並みの威力で、核汚染がなく、戦術核と比較しても安価な燃料気化爆弾の登場は、次第にこれら残豪の存在意義を脅かしつつある。この爆弾は、 広範囲に大幅な気圧の変化を伴う衝撃波を発生させ、残酷内の兵士を圧死させてしまう。近距離では、莫大な熱量を瞬間的に発生させるため、これによる被害も大きいとされる。なお1990年代の湾岸戦争において、他に援護されたドーザーブレードを装着した戦車により、イラク軍の残酷を埋め立てる作戦が行われた。この作戦は、 残酷戦における新しい脅威と言えるわけだが、逃げ遅れたイラク軍兵士の一部が、生き埋めとなったという報告があることから、人道上において忌み嫌われる、戦争行為を逸脱した残虐な害に当たるのではないか、と米国内で議論となっている。陸上自衛隊では、残酷や延滞号を構築するため延滞掘削機を配備している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。